この中でサイボーグジョーさんが知ってるレスラーっていう読めディーマリンコを知っています。あ、ディーマリンコ知ってる。ああ、ディーマリンコ知ってます。その他はライガー知ってるでしょ。ライガー知ってる。エルサムライ。エルサムライあまり知らない。大谷慎二郎知らない、まあ、そうですね、もう基本日本のは彼は分からない。大谷慎二郎って WCW のクルーザー級の最初のチャンピオン。あ、そっか。いやでも私、うん、WWE の方が、ああ WWE 好きだった。彼は WWE、ま、昔の F。 じゃあ、そう、ね、フィギュアとか持ってたの。もちろん。何のフィギュア。フィギュア、ハズブロー、ハズブローとか。ハズブロー。おお、懐かしいの話。もちろん、アンダーテイカー、ショーン・マイコルズ、ブレッド・ザ・ヒットマン・ハート、アル・スノー、サイコ・シッド、あとは、スティーブ・ブラックマン。ああ、スティーブ・ブラックマン。スティーブ・ブラックマン。懐かしい。もちろん、ストーン・コールド・スティーブ・オースティン。ストーン・コールド・スティーブ・オースティン、好きですか？いや、だから、まだ髪があった頃のスティーブ・オースティン。日本に来たんです。あ、そこは変で。あ、そうか。刑事隊ありましたよね。とか、蝶野正弘対スティーブ・オースティンとか。そう。あの頃、だから我々が見てても、え、このキャリアでこのぐらいできるのすごいなっていう、はい、認識はあったんですよ。ああ、うん。スティーブ・オースティン。そう、あの時若手だったんですかね。そう、まだ3年ぐらい。ああ。そうなんですね。うん、すごいね、スティーブ・オースティン。なんか、武藤敬司さんとタワーボムというか、行くようにこうまたぐらに挟んだまんま鼻くそ飛ばしたってのを覚えてるんですけどね。ああ、娯楽。そんな技あるのかな。そんなのは知らないですけど。ケヌカシンさんのトップ3の昔の WWF の選手。トップ3。トップ3。誰ですか。誰ですかね。WWF ね。誰ですかね。そう言われるとね、はい、ただショーン・マイケルズはハゲてたんですよ。ハゲてる。あ、今そう。あ、そうね。とてもショックだったね。ショックでしょ、はい、そうね。で、その NXT のところでコーチだからいるんです、いつも。はいはいはい。いつも帽子かぶってる。ショーン・マイケルズか。そう、ショーン・マイケルズ。恥ずかしいか。なんでかなと思って、5ヶ月か6月ぐらいした後に初めて坊主、あ、帽子抜いたら見て、あ、はいはいはい、あ、ハゲてるんだ。ショックですよ。ショックですね。いつも私のマインドの中で、はい、いつも HBK、はい、ハートブレイクキッド、だからビューティフォー金髪髪の毛、そうイメージあります、はい、そうね。だから俺もだからそういうイメージがあってショックだね。それもあの怪我したからちょっと目がちょっと、はい、そう目、あれなんで目は because 誰かが、はい、キックしたか、うん、なんか頭で、うん、そのヒットをして、うん、目がニヨ、そう目が、あれは最近なのかな、なんか最近、あ、それもショック。あ、よく知ってますね、よくね、そんなこと。いや私実は HBK は一番好きな選手だけど、うん、先生は、うん、そういう選手嫌いだよって。まあそっか、ブレッドハート好きだから。まあブレッドハートね、まあ、あとまあそうですね、うん、まあやっぱあのレッスルマニア12とか、あのブレッドハート対ショーン・マイケル、はいはいはい、あれ面白かったですね。60分、はい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 、あ、アイアンマンマッチか。そうそう、アイアンマンマッチ。あ、1時間の、そうそう、1時間で決着つかなくて、うん、ね、それはすごいね、うん、ショーン・マイコルズがあの登場するワイヤーで、あー、それはいいね。でも私はレイザー・ラモーンとショーン・マイコルズのラダーマッチ、1994のラダーマッチ、あれからラダーマッチがどんどん、はいはい、やるようになった。あのぐらいからですかね。そう、あれが、そう、あれがその素晴らしかったから。あ、素晴らしい。そう、結構長いというか2000年代のイメージが結構あったんですけどね。あの時はラダーは1個、今3個とか。あ、そう、あ、その日、ね、そのラダー、それはそのビルの中、うん、1つのラダー壊したらめっちゃ大変、うんうん、試合できない、壊したらめちゃめちゃ大変、すごいキックして、うん、そうですね、ヘッジして、倒れて、うん、すごいね。
よくやっぱりショーン・マイケルズ好きなんだ。ショーン・マイケルズ大好きです。あと、マンカインド、ミック・フォーリー。好きです。スコット・ホールは、新日本に来た時に、はいはいはい、一緒にご飯食べに行って、おー、ね、羨ましい。思ってもらいました。スカホーはすごい話ね、最近。何最近？スカホーはよくディプレッションになって、すごくダイモンド・ダラス・ペイジのスーパーヨガのプログラムをやって、すごい回復した。Born Again、ジェイク・スネーク・ロバーツもそういう。そうそう、ジェイク・スネーク・ロバーツは確か。ネットフリックスか。あ、はい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 、はい。アマプラに確かありました。DDP なんとか、はいはいはい、エクササイズだっけ。そうね。まあ、スーパーヨガすごい。だから DDP ヨガすごいね。みんな、すごいと思う。そうね。DDP はまあ、みんなでじゃあ DDP ヨガやりますか。みんなでやりますか。結構きついんですけど。DDP？ あ、DDP ヨガの歌作ってください。さすがにちょっとマニアックすぎる。一人のレスラーがやってるサイドビジネスの歌作ってるんですか。いや、まあやりとりで今ケノカシンさんだけしてるでしょ。そのいやいや、そんなことない。あ、そうか。いや、DDP ちょっと歌作ったらだからね、スコット・ホールも、ね、ジェイク・スネーク・ロバーツもみんな元気になったっていう何かのメリットがあるんですか。いやいやいや、みんなそれを聞いたらみんなも元気になる。あ、なるほど、なるほど。じゃあやりますかね。DD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 P。 まあとりあえず CD 聞いてくださいね。イエー。まあだからここに書いてある、ここに書いてあるビンマネンコ、とてもよくしてもらったんです。まあディンマネンコはめっちゃテクニカルレスラー。そう、だから彼の試合を、まあ、いつも見て自分の技も、そうこういうふうに考えればいいのかなって、それは本当影響を受けました。すごいね。エディ・グレロは？エディはラテンじゃないですか。明るいイメージじゃないですか。あ、そうね、はいはいはい。でも私生活そんな明るくないですよね。あ、そうですか。意外になんか、あ、暗い感じが。あ、そうか。暗いってまあ静かな感じがあって、あ、やっぱ違うんだなって。あ、まあそういうのかもしれないですね。じゃあ、エル・サムライさんは、タバコ吸ってるイメージなんですけど、パチンコ打ってるってイメージですか。いや、本当、本当、本当、絶対、絶対、そうです。わあ。あと、まあそこに、缶コーヒーですよね。缶コーヒー飲んでタバコ吸って飲み終わった缶コーヒー吸いから、まあ、ハードな受け身取ってるっていうイメージというか、いや受け身取ってるっていうか、そのまあ例えばタッグ組むじゃないですか、はい、タッチみんなタッチするのが早いんですよ。だからそうそうさ、ローンバトルが多いんじゃないですか。そうそう、ライガーと俺とか組んだら、はい、俺がライガーが一発なんかやったらすぐサムライタッチして、でサムライこっち来たら俺もなんか一発やったらまたサムライ。このスタミナへの信頼感みたいな。あ、やっぱそうだった。じゃ子供ながらにやっぱりなんかやけにこうローンボトルが多いなと思って。まあだからそういうことですよ。そういうことなんです。うん、なるほど。大谷さんとはあれですよね。ヤングライオンの時に挨拶だったりとか。大谷紳士郎こそ天才じゃないですか。あ、そう。だって。デビューして1年、はい、1、2年でもチャンピオンとかになってたよね。その WCW とか、あ、2、3年です。1年もしないでもジュニアのリーグ戦とかも出てたじゃないですか、はい、あ、そう、すごいすごいんだけど、はい、ハゲちゃったんですよ。実はあそこに戻る。、うん、まあしょうがない、しょうがないって言うんですよね。あ、でも私の人間の子供の時、はい、WCW のジャパニーズレスラー、はい、ほとんどみんながあのマスクかぶってる、はい、で私はずっとみんなルチャドレと思ってた。あ、若いだから ね、 そうね。であのいつもレイ・ミステリオ Jr. は大好きだったけど、はい、ジャパニーズルチャドレレスラーとメキシカン、はい、いつもあのヒールと思ってた。あー、oh, go away と思ってた。いや、そうか、すみませんね。いやいやいや、日本人だと分かんないもんね。そうね、レベルですか。
そう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 、ね、だからジャパニーズマスク、マスク文化、うん、どうやって生まれた、ルチャドール見たい？いや、ジャパニーズマスク文化はミル・マスカラスがきっかけでしょ。きっかけなんですかね。まあデストロイヤーとか言ったけど、やっぱりそのメキシコのマスクマンってみんなかっこいいじゃないですか。そのマスクマスクマスクキラキラしたりして、そう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 。だからみんなそれに憧れた。ああ、そうなんですね。メキシコなんですね。やっぱりメキシコね。でしょ。外す文化もあるね。メキシコはね。はいはいはい。ずっとメキシコ影響？そう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 。そうか。試合してね。そうそうそう。マスカラコントラマスカラ。はいはいはい。負けた方が負けます。そうね。うん。ね。はい。髪切るのもある。ああ、はいはいはい。あの、シェイムで。そうそう、恥ずかしい。そうそう。はいはい。でも、今誰も恥ずかしくないの。ストーンコールドもそうだし、武藤刑事もそうだし。ああ、今日、頭髪の話題が結構多いですね。毎日楽しい一週間っていうのはどんな歌詞なの？まんまですけど。毎日楽しい一週間を過ごそうっていう。プータローはどうする？プータローも、プータローはプータローで、楽しく暮らせばいいんじゃないですかねっていう。